About 1.5 years ago, out of nowhere appeared a great savanna. Approximately 200 species of animals are said to live in this great land. It is a terrestrial paradise for all living creatures, much like ancient Africa. Isn't it dangerous to go to the savannah? The brave men will protect you, so don't worry. I guarantee a fantastic journey. あれ？この声にこの体、見覚えありませんか？はい、小錦です。こんにちは、皆さん。今、オーランド、フロリダにいます。アニマルキングダム、その映画ライオンキングをもっと楽しみするためにこれから動物会いに行きましょう。行きましょう。アメリカフロリダ州ディズニーワールドリゾート、ディズニーアニマルキングダム。ここには映画ライオンキングを楽しむための秘密がいっぱいです。アトラバタータブンバ。アフリカのサバンナが忠実に再現され、そこに暮らす動物たちの生態を間近に観察できる。ここはまさにライオンキングの世界。あ、ほら、そこにもアニメーションの世界の住人が。ディズニーが魔法をかけるとこんな魅力的なキャラクターに変身するんです。僕だよ、シンバだ。一歩足を踏み入れた瞬間から夢の世界が現実になる。それがディズニーマジックです。すごいですね、さすがアメリカ。小錦さんの前に突然現れたのはティモンだ。ライオンキングに登場するメインキャラクターの一人、ティモンです。小錦さんをどこに連れていくんでしょう。小錦さんが見たのは映画ライオンキングの音楽に乗って登場人物たちが繰り広げるとっても愉快なステージです。ミーアキャットのティモンも物語の鍵を握る重要な役どころ。映画の中でどんな活躍をするかはもう少しの間内緒です。ディズニー、やっぱり子供の頃からいろんなキャラクターを見たり、そういうアニメーションとかよく見てたんですけど、まさか自分がこの席、今現在皆の前にこう話できると思わなかったけどね。今の世界、何が一番欲しがってる、やっぱりその家族の傷をお互いに助けることが、この映画に通して教えてくれる。家族の大事にすることが一番じゃないか。ライオンキングはディズニー長編アニメーション映画の歴史の中で初のオリジナルストーリーとして全編動物たちだけで展開する物語です。動物の世界に託された父と子の絆。王の時代は太陽のように昇り、そして沈んでいく。私の時代もいつか沈む時がやってくるだろう。そしてお前が次の王として日の出を迎える。父さんは違う、僕がやったんじゃないんだ。だがな、王は死んだ。じゃあライオンだ。いや、大丈夫かい。多分ね。死ぬとこだったぜ。俺が助けた。分かった。自然界の掟を学び、仲間との友情を育む主人公シンバの成長の物語。そして世界中に感動を与えたこの映画はブロードウェイミュージカルとなって新記録を樹立。その舞台は日本にも上陸。映画と同様、振付師がアフリカまで足を運び動物の動きを研究したというリアルな舞台です。さらにアフリカ・ウガンダでは切手にもなっています。ライオンキングの人気は全世界に広がっています。なんかディズニー入るとね、ディズニーに行ってでもいいし、暗い日でも入ればね、気分が明るくなるか、なんかなんちゅうの、なんか人間の心の中、心の中から物を引っ張ってくれるみたいな力があるね。ディズニーアニマルキングダムにライオンキングのテーマを象徴する場所があると聞き訪ねてみました。300以上の動物たちが刻み込まれたツリーオブライフ、地球上の生き物の偉大さを表す命の木です。ここのパークのね、専門的に何でも知ってるジャッキーさん、
ライオンキングのテーマであるサークルオブライフ、つまり命の繰り返しの大切さや家族の大切さは全てアニマルキングダムのテーマでもあるの。ここに来てくれた人が楽しいひとときを過ごす中で動物や生態系を守りたいという気持ちを持ってくれると嬉しいわ。ここでライオンキング放映を記念して豪華なプレゼントがあります。テレビの前の皆さん、実は10家族40名様ウォルト・ディズニー・ワールドの招待されます。実はクイズがあります。そのクイズの答えはその映画の中に隠される。だからよく見てね。それはね、チームの中に隠してるか言えないの。これはまあ見てお楽しみです。またあとね。はい、皆さんいかがでしたか。ライオンキング、とっても面白かった、映画を通して雪感動とかね、動物はどういう関係、親関係とかね、家族関係、兄弟関係、やっぱり人間と近いものがあると思います。たまに動物の方がね、人間らしいじゃないかなと私思うけど、まあ実は僕もいろいろ取材をあちこち回りました。その中で本当に動物の方が本当に静かで、なんか落ち着いてるところがすごく好きです。僕たち人間たちが本当に勉強になりますと思いますから、とにかく動物と誰でも、どの動物でも家族すごく大事にしてます。これからみんなぜひ、ライオンキング2、楽しみしてやってください。そうなんです、ライオンキングの続編がついに完成したのです。プライドランドの王となったシンバと妻ナラに家族ができました。あープンバ、見ろやあの坊や、パパさんにそっくり。女の子じゃよ。女か、女。そして小錦さんが言っていた通り、テレビの前の皆さんに豪華なプレゼントがあります。ティモンとプンバがシンバを勇気づけるために言った合言葉は何でしょう。正解した方の中から10家族40名様をウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにご招待。30名の方にディズニーストアオリジナルリミテッドウォッチを、100名の方にライオンキング放映記念プレートをプレゼントいたします。皆さんどしどしご応募くださいね。宛先はこちら、8月末日の消し印まで有効です。ここでディズニーの最新映画ターザンの情報をお伝えしましょう。先頃ハリウッドでワールドプレミア試写会が開かれました。この試写会に小錦さんが日本の代表としてただ一人招待されました。皆さん、こんばんは。また後で会いましょう。どうも。また一つディズニー映画の神話が生まれた。1999年12月、いよいよ日本上陸。あなたはまだ本当の物語を知らない。押し寄せる核テロリストによる世界の危機、そして家庭崩壊の危機、2つの困難をどう乗り越えるのか。アーノルド・シュワルツェネッガー、ジェームズ・キャメロン、ビッグコンビが送るエンターテインメント超大作。トゥルー・ライズ。博士の薬を試したら突然お色気たっぷりのミス・ハイドに大変身。男から女へ、女から男へ、全く正反対の人格を行ったり来たり。恐怖小説の古典を大胆にアレンジした SFX コメディ。ジキル博士はミス・ハイド。マイケル・フィードじゃない。マイケル自転車の方が早い。お前ひょっとしてナオミさんのこと。メッセンジャー
この放送はホンダ、NEC、JT、日赤三菱、山之内製薬の提供でお送りしました。